ー飲みすぎた。はい、水買ってきたから。ありがとう。飲みすぎだよ、しょうがないな。もうあ、ちょっと楽になってきた。いやにしてもユキヒロが一番早く結婚するとはな。ね、素敵な結婚式だったな。スズは誰かいないの？意地悪、知ってるくせに私が彼氏いないの。スズ理想高いからな。そんなことないけど、どうせ私と付き合ってくれる人なんていないよ。そうかな、スズ話しやすいしモテそうだけどね。何急に、てか拓也だって彼女いないじゃん。いや俺なんて見た目もパッとしないしさ。そんなことないと思うけどな、私は拓也の顔好きだけどね。からかうなって。いや俺の話はいいよ。で誰かいい人いないの？いるにはいるけど。あそうなんだ、どんな人？面倒見が良くて困ってる時に助けてくれる人。へー、例えば？例えば飲みすぎてベンチで休んでる時に水持ってきてくれたりとか。え？あのさ、俺スズのこと好きです。遅いよ。え？ずっと待ってた、言ってくれるの。あ、え、スズは俺のことどう思ってる？私もタクヤが好きです。本当？え、ありがとう。あ、なんか恥ずかしいな。じゃあ俺と付き合ってください。ごめんなさい。え、なんで？うん、ごめんなさい。え、好きなんだよね俺のこと。うん、あ、そうだよね、そうだよね、好きなんだよね。じゃあもう一回言うね。付き合ってください。それはごめんなさい。なんで？え、どういうこと？え、好きなんだよね俺のこと。付き合う前が一番楽しいから。え、付き合う前が一番楽しいってよく聞くでしょ？うん、聞くけど、うん。でしょ？だから。だから？え、だから付き合えないってこと？好きなのに？付き合っちゃったらもうこの楽しさ超えないじゃん。そうかな？え、両思いだよね今。え、俺スズのこと好きで、スズ俺のこと好きなんだよね。好きだよ。付き合ってよ。ごめんなさい。あれなんで？え、付き合ったらもっと楽しいのに。なんで？付き合う前の楽しさには勝てないよ。好きな食べ物を教え合うだけで楽しい時間とか。いや確かに楽しかったけどさ、 LINE のメッセージにすぐ既読つけないで1時間待ってから返事する感じとか。確かに返事はすぐにしちゃダメだって誰かに聞いたことあるけど。あとインスタのストーリーに上げてた音楽を会う前に聞いておく感じとか。うん、前はそっちから誘われたから次は私が誘う番かな、でもなって悩む時間とか。うん、あったけど。ライブのチケット間違えて2枚買っちゃったふりをしてしょうがなく誘う感じとか。無限に出てくるな。 TikTok の共有で2番目の人は誰だろうって確認する時間とか。 あれ真に受けてるんだ。服買うときにこの服タクヤ好みかなっていちいち顔が浮かんだりとか。めっちゃ俺のこと好きじゃん。え、絶対付き合うべきだって俺たち。付き合ったらこの楽しさ全部なくなるから。え、付き合う前は好きな食べ物の話だけで楽しかったのに、付き合ったら疲れたとか誰々がうざくてとか愚痴しか言わなくなるから。何があったの？え、そんなことないって。あ、ほら、俺が今まで以上に楽しい思い出作るからさ。旅行だって連れて行くし。旅行もな、結局行く前が一番楽しいじゃん。計画立ててる時が一番楽しいじゃん。いやそんなことないって。え、スズほら、付き合った人とは同棲したいって言ってたじゃん。だから同棲したりしたらさ楽しいかもしれない。ああ、引っ越しも家決めてる時が一番楽しいからな。住んだら意外とすぐ飽きるよ。あ、じゃあほら一緒に美味しいご飯食べ行ったりとかしようよ。スズ食べるの好きじゃん。ご飯も食べる前が一番うまいから。どういう意味？もうそれはさすがに意味わかんないけど。私たちもう元に戻れないのかな。それ付き合ってうまくいかなかった時に言うやつだから。めっちゃ告白してほしい感じ出してたじゃん今。告白の流れだったじゃん。告白するまでのギリッギリのところ楽しんでただけだから付き合っては違うじゃん。は？むずすぎるって。いやー、そうきたか。きついな。きついの？あー、俺と付き合うのそんな楽しくなさそう。いや楽しいとは思うけど、付き合う前が一番ってこと。順位の話。あー、マジか。俺結婚するつもりで考えてたんだけどな。あー、結婚する前も楽しそうか。あ、そっか。え、付き合おう。いけた。